はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は9月18日土曜日ですね。土日月と、まあ、連休になりますのでしばらく相場はないんですけども、でもね、来週のための展望は出しておかなければなりません。それとともに一体ね、ここのところどういう大きな動きをしていたのか、それだけ押さえていきましょう。今日使うのはデイリーのシート1枚だけです。じゃあね、早速切り替えていきますので、こちらをどうぞ。もうお分かりですよね、私が言わんとしていること。わかりません。こういう風に下がってきて、こういう風に上がりましたと。トレンドがはっきりしてきた中で、レンジってものが始まったよっていうのは、もう申し上げましたよね。そのレンジの一部として、広がりながらレンジ、縮みながらレンジ、そして最終的には、この小さな枠に収まりましたよねってことをね、お話したと思うんですけども、まさに、前回、相場解説で、ここに当たったところ、下髭を2本出したところまで止まったと思うんですけども、ほら、内側に戻っていったでしょ。だから、レンジなんですよ、これが。まさに。レンジね。もう一回、囲いますよ。これ。レンジになってるわけですよ。移動平均線も横にずっと、引っ張られたままでしょ。でも、この丸いところ。丸いところを割って、下の方に行くだったら、これは下にブレイクだからセルでいいんですよ、っていうふうに、セルポイントを申し上げたんですよ。で、ちょっと遠いですけども、これ上に抜けた時の、バイポイントも申し上げましたよね。それが昨日の相場解説だったと思います。しかし、レンジ戦略を取る人は、この丸のところで反転して、倍で、まあ、そんなにたくさんはないですけどね、ピップスを狙っていくっていうのもあったと思います。なんせ、レンジってのは、わかります?上の壁に当たったらセルかけで、下の壁に当たったら倍を行く。その繰り返しですからね。そして、例えば、上の壁に当たってセルをかけて、ロスカットを食らって、思わぬ伸びていったら、伸びていったらそれがブレイクですから。入り直せばいいでしょ?で、今週私も入り直して利益を大きく積んだことがありましたよね。セルの方で。倍だと思ったんだけども、ロスカット食らったんで、よし、セルに行くぞってセルで、ドンドンとピップスを積んだってことがありましたよね。きっちりと、お伝えできたと思いますので、今週の振り返りで確認していただければと思います。ということで、来週もこのレンジ戦略を引き継ぎますので、まあ、よろしくお願いします。は、力ついてきましたか?私は余裕です。ありがとうございました。